昼時はしごカフェでございます。2月18日月曜日、時刻は12時40分を回りました。前橋シティ FM のスタジオから昼時はしごカフェ生放送でお届けしています。本日の担当はあーちゃんこと磯日彩香です。よろしくお願いいたします。さあ、ここからの時間もゲストコーナーです。2組目のゲストさんは4月14日ニューサンピア高崎で開催ロードトゥーレスリングドンタク2019について、なんと新日本プロレス本間朋晃選手にスタジオにお越しいただいています。本間選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、生の本間選手ですよ。これちょっとラジオ向きじゃないですよね。でも大丈夫です、慣れてきますからね。慣れてきますか、皆さん。はい、ね、慣れるまでは耳をかぽじってよく聞いてもらえればいいなと思いますね。だって今日だって観覧の方たくさん来てますよ。違います、これあーちゃんですよ。違いますよ、これは本間選手見に来たんですよ。それが地域密着のね。地域密着で、すごいと思います。ありがとうございます、はい、あの本間選手、今日はようこそ群馬県へということで、はいはい、群馬県はもう僕ですね、うん、試合自体、まあ、ちょくちょくは来るんですけど、試合するのはですね、この2年半ぶりなんですよ。じゃあ群馬県にも2年ぶりぐらい。いや、群馬来たのはまあでもね、例えば東北で試合がある時とか途中寄ったりとか、だからそんな来てないイメージはないんですけど、ないんですか。ないんですけども、うん、4月14日試合するのは2年半ぶりらしいんですよ。2年半ぶりに群馬県で、今回は前橋のお隣高崎市で、そうですね、はい、やられるということなんですけど、はい、こちらはまずぜひ詳細の方を群馬選手から教えていただきたいなって、ね、まだ何にも決まってないんですけども、あのただいつも群馬で試合やるときはあのスーパージュニアってジュニアのシリーズがメインでやったんですけども、今回はですねほぼほぼ全選手が出るという豪華なですね大会になると思いますね。申し訳ないんですけど、私今もうどの選手がどの選手だか、はい、プロレスとかもごめんなさい、はい、ちょっとまだ初心者なもので、はい、どんな選手が出るのかとか教えてください。ただですね、あの新日本プロレスっていうのはですね、選手自体がですね、すごい露出が激しいんで、プロレスを知らなくてもですね、あの会場に来たらですね、ああこの辺見たことあるっていう選手がたくさんいると思うんですよ、はいはい、例えば棚橋宏選手だったり、うん、岡田勝彦選手だったり、あとは内藤哲也選手、はい、あと僕のパートナーのスイーツで有名な真壁刀義さんですね、はい、すごいいっぱいいるんで、何もプロレスを知らなくても楽しめると思いますね。じゃあ初心者の方でも行っても全然 OK ですか、はい、全然 OK です。あとはですね、プロレスというとなんかすごいマニアックな人が多いなってイメージなんですけども、ごめんなさい思っちゃいます。違うんです今、すごいでしょ、ライブ感覚ですごい騒ぎに来るような感じなんですよね。す不思議じゃないですか。不思議です。そうなんです、すごいです。ライブ感覚でプロレスに来るんです。みんな声出してますよ、すごい軽い感じで、あのお気に入りの選手の T シャツを着たりとか、すごいなんかあのサポーターみたいな感じで、はいはいはい、すごいですよ、はいまあプロレスの熱はすごいですよ本当に。じゃあみんなでこう T シャツを着たりとか、ね、タオル持ったりとか、はい、その選手の名前を言ったりとか。そうですね。じゃあこうなんかちょっと敷居が高いイメージがあったんですけど、す気軽に行ける。全然全然本当にプロレスになってきて、はい、そうなんです。あとはまあご家族も連れも多いですし、子供が多い今。子供さんが。そうなんですよ。子供さんが多い。みんなこうワイワイ応援してるんですか。そうなんですよ。こけしーっつってます、ね。はい、癒されます。そうや、励みになりますね。すごく励みになります。こう実際にこう小さなお子さんから、はい、こう実際にこう本間選手にこう頑張ってねっていう声とかで届くんですか。はい、届きますよ。そういう声がやっぱり選手のより良いパフォーマンスをさせると思いますし、はい、もう危ない技を食らってもやっぱ頑張れって言われることによって、うんまあ、返せますし力になるので、ぜひですね会長に足を運んで応援してもらいたいなと思いますね。皆さんの声が頑張るね、力になりますね。なりますね。こちらなんですけど、あれですよね、チケットの方が、はい、今日
日から、一般販売が開始されたんですよね、はいはい、こちらはどちらで販売してますか。こちらどちらで販売してますか。はい、じゃあ私がいいですか、はい、じゃあチケットピアの方でね、はい、はい、販売しております。チケットピア、そして E プラス、ローソンチケットの方でチケットが販売されておりますので、はい、ぜひお願いします。これチケット あのお値段とかも言っちゃって大丈夫ですか。全然言ってください。はい、ロイヤルシートは15,000円。1500円ね。あ、1500円失礼いたしました、はい、で特別リングサイトが8500円、はい、指定席が4500円、はい、そして先ほどね、あの若い方もいらっしゃるということで、はい、小中高生そしてシニアの皆さんはなんと2000円で。そうなんで2000円ですね。やっぱ見てもらえる、2000円で見ていいんですか。そうなんです。なんでこれ当日のみなんですけれども、はい、あの予定しておいていただければなと思ってですね。わかりました。そうなんです。やっぱり小さいお子さんに夢を与えるものだと思うんで。だってその小さなお子さんが見た時に、僕もいつかプロレスラーになりたいって、ね、あんな、ね、強い人になりたいと思ってもらいたいですし、本間選手みたいになりたいって思ってもらいたいですね。たくさんいると思いますよ、ね、でならなくても例えばあの僕がお母さんを守るんだ、強くなるんだとか、いいね、はい、ね、そう思ってもらいたいですね。思うことね、憧れの皆さんですからね、はい、本当にね。でなんと、はい、そんな本間選手が、はい、今日あるところで、はいはい、実際にチケットを販売するんですよね。そうなんです。どちらで販売するの。ガーデン前橋で夜8時から今日からチケット販売なんで、はい、あのチケット即売会とサイン会をしたいと思いますんで。サイン会もしたんで。ガーデン前橋で、はい、ここ前橋でいいんですか。そう、前橋でやりますんで。で本間選手が直々にチケットを販売して、はい、でなおかつサイン会も、はい、やりますんで、これは皆さん行かなきゃ損ですよ。来てください。で夜8時からということで、はい、皆さんお仕事終わりで行きやすい。そうですね、このラジオ聞いてる方はぜひ皆さん来ていただければな。冷やかしでもいいんで来てもらえたらね。そんな方見ないんですよ。冷やかしで来た人にもやっぱり買っていただきたいんで、やっぱりぜひ今見るだけでもいいんで来ていただければなと思いますね。うん、本間選手をね一度でもねこう見たいって方たくさんいると思うので、ぜひねたくさんの方に足を運んでいただけたらなと思います。今日2月18日夜8時からです。ガーデン前橋で、本間選手がね、直接チケットの即売会、はい、そしてサイン会が行われます。ぜひ皆さん足を運んでください。はい、さあそして4月こちら14日ニューサンピア高崎で行われますね、はい、こちらが、ロードトゥーレスリングドンタク2019でございます、はい、まあ、これはですね、ロードトゥーレスリングドンタクっていうのは5月3日4日に、はいはい、レスリングドンタクっていったの福岡国際センターで2連戦があるんですね。それの前哨戦として組まれてる試合なんですね。そうだったんですね。でまだあの対戦カードのは出てないんですけれども、はいはい、まあその最終戦で組まれるだろうアイドル自分のタイトルマッチの前哨戦が行われる、うん、高崎で行われるんで、はい、もうすぐ熱い試合必死ですね。これはうわ、熱い試合が群馬県で見れるということで、ゴツゴツバチバチとした試合ですね。うわ、はい、まあ、その中であのね、あのジュニアの選手もいるんで、あの華麗な空中サポートだったりだったり、はい、あとまああのテクニックを駆使してレスリングをやる選手もいっぱいいますし、もうさまざまなスタイルの選手がいますんで、あの選手いろんな試合があるんで、どの試合も楽しめる試合になると思いますんで、ぜひあの会場に足を運んでもらえたらなと思いますね。いや今お話聞くだけで一つ一つの試合になんか個性楽しみ方がありそうですね。そうなんです。みんなあの新日本プロレスの選手ってのはみんな色が強いんで、うん、強いですね。癖が強い本当ね、こんだけみんないてこんだけ色が違うのかなっていうぐらいの色、みんな個性がある選手ばっかりなんで、本当飽きないと思いますね。いろんなカラーがあるんですね、はい、わー、これはもうよりね、あの初めて行く方もいると思うので、そうですね、より楽しみになってくるんではないでしょうか。はい、そしてあの本間選手あれなんですか、はい、プロレスって始めても何年ぐらい経つんですか。僕ですね、今まあ、5月に丸22年で5月、もうそんなやってる、もう23年目に入るところ、長いですね。今私は目ん玉が大きくなってしまいました。ボイでラキっぽい性格なんですけど。あ、そうなんですか。その中で23、22年続けられたっていうのは、やっぱりプロってのは魅力のあるもんなんだなっていうのは改めて感じますね。どこに魅力があるんですか。なんでしょうね、プロレスの魅力を教えてください。なんでしょうね、やめられない、どうしても続けるところ、やりたいやりたいっていう、
なんだろう、これはもう試合に見に来て、そうですね、感じて、まずやっぱり普段の生活で味わえない非日常な空間ですね、うん、そうですよね、そうですね、まあそれはそういう空間でやっぱライブだったりするのもあると思うんですけども、はいはい、その中でやっぱ戦いを求める自分がいる、うんうん、そうですね、で僕なんか怪我して復帰したばっかりなんですけども、そうおっしゃってましたよね、大丈夫ですか、首ばっかり鍛えてるんで1年半休んだ、1年半かけて治療をして、そうですね、でも大丈夫、その間にも結婚もしまして、そうなんです、じゃあ全部が意味があるとね、そうなんですよね、だからその辛いリハビリを生活を支えてくれた、ね、嫁さんの分までも頑張んなきゃな、頑張んなきゃ、はい、いろんな方にサポートしていただいて、いや本当そうですね、22年間3年間があるそうですねっていうことですよね、うん、やっぱり改めて人は一人で生きていけないなと思いましたね、名言いただきました、人は一人では生きていけない、生きないです、本当そうですよね、いろんなあのこの22年間あったと思います ね、その中であの改めてこう人は人では生きていけない、たくさんの方にサポートしていただいて、ね、今がある、はい、本間選手があるっていうことですかね、それは間違いないですね、素晴らしいお話を伺えて、本当に私は今日また一つ大人になれた気がしますありがとうございます、頑張ってください、頑張ります、私も感謝の気持ちをたくさんの人にね感謝しながら、あの僕もよく実家山形なんですけども、山形に帰るたびにうちの母親に、あの研究に行きなさいってずっと言われてますもん、やっぱ昔の人ばっさんですよね、調子に乗るなっていう、乗るなダメですよね、きちんと感謝して鼻高くせず、そう、あ素晴らしい、本当に人柄出てますね、本間選手のね、あのなんかプロレスラーっていうと私、はい、結構怖いイメージがやはりあるんですね、ただもう本間選手本当そんなことなくて、プロレスラーってオンとオフがはっきりしてない、今はこうですけどやっぱね、やっぱりあのリミアとか違うんで、そこはやっぱりあのラジオ聞いてるリスナーの皆さんも、あのぜひ会場に足を運んで自分の目で確かめてもらえたらなと思いますね、本当にこの10分間ぐらいだったんですけど、はい、本間選手の人柄、はい、優しさ、そしてもう目が本当にもう目が美しい、本当に目から優しさが出ています、本当に今日はそんな本間選手にお会いできてとても嬉しかったです、ありがとうございました、ぜひ皆さん4月14日日曜日開催、ニューサンピア高崎で行われますロードトゥレスリングドンタク2019、ぜひ足を運んでみてください、そして本日は、ガーデン前橋で本間選手、はい、8時から、即売会を行いますので、ぜひ皆さんこちらの方も兼ねて足を運んでみてください、よろしくお願いします、それでは本日のゲストさんは